サラマッパギー It's me, ヒロナ。皆さんこんにちは、ヒロナです。今日は私が7ヶ月ぶりにマレーシアに戻ってきて感じたカルチャーショックだったり驚いたこと、そして改めて感じたこと5つについて紹介したいなと思います。 So let's get started。 まず1つ目、マレーシアでの年末年始の過ごし方について驚きました。日本人にとって年末年始31日からその三が日は1年の中でなんか一番ちょっと特別なもの、なんか家族とか親戚一同で集まっておそばを一緒に食べたり、おせちを作っておせちを食べたりする、1年で一番特別で少し大切なものっていう私は認識でいたので、なんかマレーシア の, その年末年始の過ごし方にはすごい驚きがありました。マレーシアの方はこの31日とか1日はなんかただ友達とかと集まって一緒にカウントダウンして一緒に花火を見るみたいな、すごい軽い、あんまりこの年末年始にを重要視してないそうで、すごいびっくりしました。私は初めて年末年始を海外で過ごしたので、そのなんか物足りなさとかなんかしっくりこなかったです。でも逆にマレーシアは日本人にとってお正月的なものが民族や宗教によって分かれているそうで、もし中華系の方だったら今年は2月にあるチャイニーズニューイヤーが私たち日本人にとってのお正月的な1年で一番大切な行事だったり、マレー系の方、イスラム教の方にとっては毎年5月頃にあるハリラヤ、そしてヒンドゥー教の人にとっては毎年10月とか11月にあるヒパパリっていうお祭りが私たち日本人にとってのお正月的な行事だそうです。これから2月にあるチャイニーズニューイヤーとかハリラヤとかヒパパリをマレーシアで過ごしたいなとか、過ごせることをすごい楽しみに思ってます。では2つ目、コロナへの対策が本当に厳しいことに驚きました。なんかみんなしっかりちゃんとマスクしてるし、さらになんかどこに行くにもマイステラ、これこういうアプリを使って QR、 そのアプリ内で QR コードを読み取ってどこに行ったのかを記録する必要があるし、体温も測る必要があって本当に徹底されててすごい驚きました。でも逆にショッピングモールとかは、まあ、普通に人がいて、コロナ前とは同じくらい人がいて、なんかそれもそれで驚きました。でもケールのブキビンタンとかアロー通りは本当に人が少なくて、あ、ここは普段は観光客がいっぱいいるのかなと思いました。そして3つ目がマレーシアに来たことで感じた自分の中での変化についてです。マレーシアに戻ってきて感じたこととして、なんかやっぱりマレーシア人はとっても温かいしとっても親切だなと思いました。でもそれと同時にかな、いい意味で他人に興味がこの人たちはないのかなと思いました。それはさらにそのいい意味で他人に興味がないからこそ一人一人をしっかり尊重するに繋がってるのかなとなんとなく感じました。でなんかやっぱり私はマレーシアに来るとなんかもっと自分を表現したいと思うし、さらにそれをなんか実行まで移させてくれる環境があるなってなんか思いました。なんかマレーシアでなんか YouTube 用の動画を街中で撮ってると。私のカメラを見つけたらなんか映り込んでくれる人とか多いし、 YouTube やってるんだよって言ったりすると、お頑張れよみたいな感じで声をかけてくれる人が多いので多くて、そういう雰囲気がなんか今の私のこの YouTube をやるとかにモチベーションになってるのかなって思います。ありがとう、てりまかし。そして4つ目はマレーシアのご飯やっぱり美味しいということです。セダー、なんか私がマレーシアのご飯で好きなのはナシレマ、チキンライス、パンミー、サテー、チャークイチャオ、ロッティです。なんか
しいものにチャレンジするのが怖いので、同じものばっかり食べてしまうんですけど、今年はいろんなものにチャレンジしたいなと思ってるので、おすすめがあれば教えてください。そして最後5つ目が、マレーシアの開発とか発展の進み具合がすごいということです。なんかコロナの期間でも7ヶ月前にはなかったようなマンションがいっぱい建ってるし、さらには7ヶ月前にいた時、なんか世界で2番目に高いビルになるムルデカ118の存在に私は気づかなかったんですよ。だけどこっち戻ってきたら、そのムルデカ118が、まあ、割と立ってて、工事早すぎって思ってびっくりしました。本当になんか戻ってきて、あ、本当にこの国って、まあ、今はコロナなんですけど、すごいスピードで成長を遂げているんだなって改めて感じました。以上です。なんかこれは自分の中でも記録として残しておきたいなと思ったので撮ってみました。これからもマレーシアでの生活や学校が始まったら学校の様子とどんどんシェアしていきますので、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 Thank you for watching! Bye bye!